か紹介してください。次のバンドをご紹介しましょう。江南中学校江南プラスアンサンブル KBE2018 の皆さんです。緊張とか多分してると思うんですけど、まあ見た感じ、まあ大丈夫そうっすね。はい、まあ大丈夫そうなんで、僕たちのモットーが Be Happy Together で、お客皆さんと、楽しめる演奏がお届けできたらなと思います。では次の曲に参りたいと思います。
アズワイルです。
コールド&レイニーをお送りしました。ソリストは、オントランペット江口多聞次の曲が、僕たちが演奏する最後の曲となってしまうんですが、最初に言った通り僕たちのモットーは Be Happy Together ということで、皆さん僕たちの演奏は楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それでは最後の曲なので先にソリストを紹介します。オンドラムス上村優馬、オープンアタックス井上中学バンドでした。ありがとうございました。それではお聞きください。水道ジョージアブラウン。メンバーの皆さんはステージ前方へ移動お願いします。ありがとうございます。江南中学校江南村三三という KBE2018 の演奏を聴いていただきました。審査員の先生のお話を聞いてみたいと思います。杉山正史先生お願いします。はい、江南中学校の皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、極上のジャズ、極上のビッグバンドジャズを聞いた感じです。極上でした。
で特にあのリーナ&レイニー、あの素晴らしかったですね。音楽も素晴らしいし、なんかサウンドなんかいじりようがない、アドバイスしようがない、でもピアニストの最高ですね、宝石のように。それと高校のお兄さんの方もそうだったんですけど、サックスのソリのグループが最高ですよ。でトロンボーンもトランペットも素晴らしい。で特にですね、僕感じたの自由曲の3曲を聴いて思ったんですけど、この選曲がすごい、あの素晴らしいんですよ。でなぜ素晴らしいってこと、あのマーク・テイラーというかクリシー・ジョーンのサビネスティコ、超一流のアレンジャーですよね。それを選んでくるセンス、その指導者のセンスで、この人たちは全く無駄な音がないんですね。聴いてる本当に素晴らしいアレンジを書いてる。であなたたちのレトリに合わせた素晴らしいアレンジ、そしてであなたたちのすごくいい音にとこうブレンドして、なんかすごいショー、いいショーを見てる感じ、すがすがしい、すごく良かったですよ。で、あの、あとはですね、その一つあの課題曲なんですけど、課題曲の処理がですね、あのすごく頑張ってるのは分かるんですけど、いろんなとこがずれちゃってるし、あのなんだろう、コードに対してピッチはいいんだけどバラバラに聞こえることところがすごくあったんですよ。だからトランペットセクションが多かったんだけど、あのなんか音量のバランスが4本が良くないんだよね。1本がピューッと聞こえてしまったり、その3番4番がもっと出してあげれば1番がもっと綺麗に聞こえるっていう、なんかね裏技みたいなのがアンサンブルってあるんですよ。だからそれがもし加味していったら、これはすごいですよね。あの高校生お兄さんのバンドよりすごいことになりますね。いい人たちがたくさんいましたね。でとりあえず、ね、僕はまあトランペットなんで、トランペットにきついこと言いますけど、あのやっぱりねトランペットがその特に一番が性格、スタミナ、パワーがないと、やっぱりあのね、あのすごく頑張ってるのが分かったんですけど、あのなんかすごく演奏者の力持ちなんですね、リードトランペットって。すごくあの感じてると思うんだけど、頑張ってるのにソロもないし、そのあんまり 表面には出ないけど、すごく大切なんですね。で、課題曲でプロプロミスっちゃうと、やっぱりあの音楽が死んでしまうよね。で、そういうすごいあのパートを吹いてるんですね。でもうそれはもうくじけないで、もう次にチャレンジとしていけばどんどん上手くなるし、あなたすごいよと思ってるから、あのそれはもうすごい期待できますね。でそうなった時に、まあ、高校のあの高校にも感じたんですけど、すごいいい音なんですよ。でキーツ音でもトランペットが崩れ始めてミスノーツがあると音楽が全滅するんだよね。だからすごい責任があるんだよね。あのこれあのだから素晴らしいパートなんですよ。リードトランペットは素晴らしいパート、だからラスベガスなんかだと一番給料がいいそうですよ。だからそのくらい努力しなきゃいけないし、でもあなたにはポテンシャルになるし、あのこのバンドは他のところもすごくいい、あの今まで何回も聞きましたけど、今年は最高に良かった。でレベルじゃなくて音楽的に僕らが楽しい、それはすごいことですよ。でショーが 何とかよりも音楽になってたということはすごい、いや本当にあの感謝、ありがとうございます。メンバーの皆さんはスタッフの誘導に従って正面をお進みください。江南中学校江南ブラスアンサンブル KBE2018 でした。